本日は株式会社 J テクトの2023年3月期第2四半期決算説明会にご参加いただきありがとうございます。本日の会議は決算説明会資料を画面で共有しながら進めさせていただきます。また音声のみでご参加の皆様は J テクトホームページの株主投資家情報に決算説明会資料を掲載しておりますので ご参照いただきますようお願いいたします。それでは、決算の概要についてご説明させていただきます。立花経営役員、よろしくお願いいたします。はい。では、資料に従って説明させていただきます。2ページ目をご覧ください。決算のポイントとしておりますけれども、まず、紙機の実績は、 売上が自動車生産の回復、円安等の影響により増収。事業利益は材料費等の高騰のマイナスの影響がありましたけれども、売上増、円安に加えまして、減価低減の推進が進んだことにより増益となりました。今期の業績予想につきましては、売上は直近の需要予測と、それから為替レートを変更いたしたことにより、 1000億円情報修正いたしまして、1兆7000億円といたしました。事業利益につきましては、地域ごとの需要変動、インフレというマイナス影響がございます中、体質改善、減価低減を推進することにより、600億円を据え置きました。配当予想につきましても、年間22円を据え置いております。 では、数字について説明いたしますので、4, 4ページをご覧ください、えー。赤枠で囲んでおります通り、売上げにつきましては、8045億円、1404億円の増収でございました。事業利益は180億円、25, 25億円の増益。登記利益は122億円、54億円の増益でございました。 為替レートにつきましてはそこに記載しておる通りでございます。1枚、次のページめくっていただきまして、実績の増減分析でございます。さっきの155億円に対しまして、為替の影響で84億円のプラス。売上増の影響がプラス149億円。一方、材料費等の値上がりがマイナス177億円。 売価の変動がマイナス30億円でございます。減価低減は48億円。企業増減5億円。未実現利益等を含めまして54億円のマイナス、計180億円でございました。1枚めくっていただきまして、所在地別の実績でございます。左のグラフをご覧ください。 全地域で増収となりました。右のグラフ、事業利益につきましては、欧州で赤字が拡大、北米では改善いたしましたが赤字が継続しております。その他の地域は増益でございます。次のページをご覧ください。事業別の実績でございます。左のグラフにございます通り、全事業で増収となりました。 右のグラフ、事業利益につきましては、えー、駆動、工作機械で増収、ステアリング、軸受けで減益、えー、となりました、えー。9ページをご覧ください。今期の、えー、予想についてでございます。赤枠で囲んであるところをご覧ください。 売上につきましては、えー、円安効果、えー、体質の改善等も含めまして、えー、1000億円、えー、増収、あすみません、1000億円の、えー、変更で1700億円といたしました、えー。事業利益につきましては、えー、600億円で据え置いております。登記利益につきましても250億円で据えー、置いております。 なお、為替レートにつきましては、えー、後半を135円で置きあ、すみません、一兆何千億。売上収益1兆7000億。失礼いたしました。えー、為替レートにつきましては、後半135円で置き、通期で134円の見込みでございます。次のページをご覧ください。えー、事業、えー、予想の、えー、増減分析でございます。 さっきの423億円に対しまして、為替の影響がプラス175億円。売上げがプラス二百三、売上げの影響でプラス234億円。材料の値上がり等、マイナス262億円。売価変動、マイナス90億円でございます。原価低減価提言につきましては、プラス160億円。 費用増減10億円と、未実現利益等、マイナス50億円で600億円の合計でございます。次のページをご覧ください。所在地別の業績予想でございます。左のグラフにあります通り、全地域で増収でございます。右のグラフをご覧ください。事業利益につきましては、 えー、欧州が赤字があ拡大いたします、えー。北米については、えー、プラスに転じる、えー、予測でございます。その他地域は増益でございます。続きまして、えー、事業別の業績予想を、えー、説明いたします。左のグラフをご覧ください。 全事業で増収でございます。右のグラフをご覧ください。全事業で増益となります。続きまして、中期経営計画の達成に向けた取り組みにつきまして、佐藤よりご説明させていただきます。はい、それでは、あの、14ページを開いてください。 えーと私から中期経営計画達成に向けた取り組みについて説明をいたします。まあ、これはあの中期へ出したときの表でございますけれども、下のところの損益分岐点にこだわって活動してくるというところですけれども、今、22年度、まあ、上半期終わったところで、えー、まあ値上がり、材料とかああいった値上がりとか、そういった値上がり場を除いたところで、83.2%。 っていうところまで来ておりますんで、まあ,あのオンラインに載ってるのかなというふうに思っております。じゃ次のページお願いします。で、これがあのまあ生に向けてやるべきことっていうのを1番から5番までまあこう書いてあるんですけど、今日はこの順番に沿ってご説明をしたいなというふうに思います。次のページお願いします。 えまずあの人づくり仕組みづくりっていうところなんですけどもまあここは私自身が一番力を入れているところでございましてあの左側の三角形にある j テックとの基本理念こういったことができる仕組みを持って人ができてるっていう会社だったらこれから絶対に強いであろうなというふうに思っているもんですからまあいわゆる こういった仕組みづくり、人づくりっていうのを進めていきたいなというふうに考えています。まあ前、お昔に言ってた話でいきますと、も漢方薬治療といったところに該当するのかなと。で、えー、表の方を見ていただくと、やってることはですね、まあ対話活動っていうのをやってます。左側の基本理念に、まあ、対話ってあるんですけど、まあそれになぞらえて、他という意味は、まあタウンミーティング、タウンミーティング等をやって、 えー、コミュニケーションの活性化を図ってくださいねっていう他それから「い」いっていうのが「いいね」って言ってまあ褒める活動と言いますかポジティブな声かけを行うから「わ」っていうのは「笑った」ということでまあ一日に一回笑ったかどうかとかまあこんなようなことをですね毎月毎月今年の4月から、えー、全従業員にいろいろデータを取りまして まあそれでポジティブな印象というのが、まあ、ここに書いてある62とかそれから72%だとか、まあ、そういう数字に表れております。まあ、こんな中でも面白いなと思ったのは上司の声かけというのがいい仕事にあまりつ,つながってなくて同僚だとかいろんなところの声かけの方があ活性化するなというのが、まあ、データ上はあの物語ってまして、まあ、それも悲しい話なんで。 そういったところを直していきたいな。そういったところがもっと上司と部下っていうのが活性化するようにやっていきたいなというふうに思っております。それから、絶え間ない改善につながるんですけども、QC サークル、えーまあ、トヨタグループで言ったら創育 QC サークル、こういったことを訓練することによって、絶え間ない改善ということが身につくと。まあそういう意味で、まあどちらかというと今まで QC サークルっていうのは、ノルマ的にやってたっていう部分が、 弊社の場合あるもんですから、まあ、それを自主的にちゃんとやるようなそういった風土を醸成したいということでこのような活動をしております。それから、まあ、前に去年 TKM 推進部を立ち上げたって言った時に初めて工房をやるって言ったんですけれども、まあ、今5部署ぐらいのところで工房をかけて、まあ、18名が。 そういった公募制度でマッチングしたという、まあ、こんなようなことでですねあの社内を活性化しようということを今取り組んでいる最中でございますえっ、ー、と次あえっ、ー、とここであ言い忘れたんですけど書いてないんですけどやっぱり今まで、えー、赤字の会社から脱却をして一生懸命従業員の人が頑張ってくれてますでまあ利益体質が出るような会社になってきたんで 今、今後3年間をかけて、えー、食堂とトイレ、食堂とトイレをリニューアルしようという活動をしております。やはり、あの、会社生活で行ったときには、当然あの、従業員の方々が一番福利厚生的に接するのが食堂とトイレなもんですから、そこが使いやすい。 えー、喜ばしいものであったら会社生活も良くなるわけなんでまあ利益が出てそういったところで従業員の方に恩返しをしてさらにやる気になって、えー、いい会社にしていく活動に参加してもらいたいなという意味で参、まあ、か年計画で食堂トイレというのを直していこうという今活動をしているところでございます次のページ、えっと、ここからはあの競争力強化についてですけれども まあ、今日あの電動化だとか、3、え、期、ー、の成長分野といったところで、えー、うちの伸ばしたいところを、ですね、まあ、ここの1番の E アクセル、それから2番の所有者のステアリング、それから3番の駆動領域、それから4番のロボット領域と、まあ、注力しているところに関して、えー、この後ご説明しようかなというふうに考えてます次お願いします。 これが、e、アクセルのところなんですけども、まあ、左側は、ですね、こういうふうに E アクセル伸びていくでしょうという、まあ、IHS のデータを引用しております。で、その下は、まあ我々はここの中で E アクセルに関してどういったところで売り上げを伸ばしていくんだというのを、我々のまのこれからの希望というか、こうしたいということが左側に書いてあります。 で右側はですね、まあ、最近発表しましたウルトラコンパクトデフ、それからウルトラコンパクトベアリング、き昨日だと思いますけど、ウルトラコンパクトシールと、まあ、このウルトラシリーズというものを、えー、立ち上げることによって、ですねあの超小型の E アクセルができるような、そこに貢献していきたいなということでやっております。 でここで、まあ、ポイントになるのはですね、まあ、従来の弊社ですと、各々の,の,の部署が、まあ、独自で、えー、アクスルに、E アクスルに関して、えー、どうやっていこうかということを考えてたと思いますけど、考え方を今変えてるのは E アクスル、例えば電動化でそれも E アクスルっていったときに、 経営者のシーズっていうものを使ったときに、この E アクセルに何があ投入することができるんだということをみんなで相談しながら、じゃあここでウルトラ小,小型のコンパクトデフができれば、そこにベアリングとシールを組み合わせることによって、さらに、えー、小型化、軽量化っということに貢献できないか。だから単独で出てるっていうよりもこれをシリーズということで、 え、組み合わせて出しているっていうところが、まあ、今までの会社の取り組みの姿勢と変わったところかなというふうに思っております。次お願いします。えっと、これはですね、これから、あの、まあ、我々はステアリングメーカーなんですけれども、商用車といったところが、油圧のパワーステから電動化に変わっていくであろうと。で、そういったときに、 今までの RPEPS といったところからさらに小型のトラックといったところに伸ばしていこうと思いますとここに書いてあるようなボールスクリュー EPS という高出力なパワーステが必要になるということで今一生懸命ここのところをですね開発をしながらまあ多分他社さんも一生懸命やってこられていると思うんで。 えー、ここのところで、えー、我々が優位な立場に立ちたいなということで今注力しているところでございます。次お願いします。で、こちらはですね、まあ、自動車といったときに、まあ、我々はステアリングメーカーということで、えー、一番ステアリングがまあ有名といいますか主力製品なんですけども その一方、駆動といった CVJ だとかハブっていうのもやっております。しかしながら、ここのところがステアリングにまあ隠れてると申しますか、まあ、志が低かったといいますか、えー、トヨタさんに収めて、でまあ、トヨタさんのシェアが伸びていったらいいなぐらいな感じだったんですけれども、そうじゃないだろうと、競争力を一生懸命ここで えー、身につけることによって別に他のメーカーさんにもっともっと伸ばしていくことが可能でしょと今で言ったらまだまだ、えー、ハブで言ったら11%それから CVJ だったら8%なんですけれどももっとこれ、えー、競争力をつけたら伸ばせるんじゃないのというようなことを考えまして今徹底的に競争力強化ということをやっております。 で、その時にこの右の上のところを見てもらいますと、やはりこういったハブといった時にシールというのがいるようになります。で、我々はコステックというシールの子会社を持っております。ということは、他社よりも有利性があるのは、こういったシールメーカーと最初から一生懸命こういったものを作るといった時に、 シナジーが出せるっていうメリットがございます。従ってこういったところを有効に活用することによって他社との差別化といったことができて競争力がアップできないか、コスト面も性能的な面もっていうことを狙っております。それからその下に、まあ、ドライブラインのシステムって書いてあるんですけども、まあ、弊社はハブ、CVJ、デブってこういうふうに持ってるわけなんで、 これからこういった駆動部分という駆動伝達部分って考えたときにこれからシステムとしてもっとシナジーでいい効果が出せないかということも注力する必要があるなというふうに考えている今取り組み中でございます次のページお願いしますえっとこれはですねあのまあ昨年 えとギアビジネス立ち上げましたよということを、まあ、お話をさせていただいたんですけども、まあ、その時に我々はギアビジネス立ち上げた時に、えー、e アクスルのギアを一生懸命やろうねっていうことで、まあ、立ち上げたんですけども、えー、意外なことにロボットメーカーさんからギア作ってくれないかということを言われまして。 まあそれで、えー、ロボット屋さんの今までベアリングとかいろいろ売ってたんですけれどもロボットのところにもっともっと入り込むことができるんじゃないのということで、まあ、ギア時空系オイルシールそれからピンだとかシャフトだとか我々のグループが持ってるシーズっていうことを、まあ、ロボットっていう分野にもこれから伸ばしていくことが可能じゃないのかなということで今注力してるところでございます。で まあその下に、えー、書いてあるんですけども我々は工作機械を持ってますでベアリングも持ってますというようなことを考えるとどちらかというと、うん、素材のその次に来るような、えー、ベースのおー製品群といいますかそういうものを持っているところものっていうのは上に行って最終的な商品になってしまうと それが時代が変わると途端に終わってしまうんですけどそれが下流の素材だとかもっと下の部分があるっていうことはどこにも転用できていける攻める場所がいつもいろいろ変わってもそのシーズンを持っていることに、えー、攻めていくことができるというふうに思ってるんで我々のおいわゆる操業といわれるベアリングと工作機械っていうのは今持ってるっていうことはこれをうまく使えば ががオンンリーワののものができると,というのは工作機械にしても一般売りな部分と我々が工作機械を持ってるから我々しかできないものを作れるオンリーワンの工作機械とうのを持つことも可能になるわけですそうすると我々しかできないというような世界が出てきた時にはあ差別化できるんじゃないのかなというふうに思っております。だから工作機械に関しても オープンとクローズ戦略っていうことを考えていって、我々しかできないものは我々だけが持って、機械を売るだけじゃなくて、品物、製品として売っていくっていうようなことを、まあ、注力していけたらいいのかなというふうに考えております。次、お願いします。えー、っと、これはあの自動運転に対する、まあ、技術のとこなんですけども、 右上に書いてあるペアドライバーっていうのが先日あの発表をさせていただいたものです。これはあの実力的に本当にいいものだなというふうに私も思ってます。あの自分で伊賀の試験場で乗ったりしてやっぱり自動運転の部分を人と協調させながら人がその自動運転に対してストレスを関係なく思い通りにやれると。 人がやらなくなったら自動運転が保管してくれるという、ここの協調性といったところが極めて素晴らしいシステムだというふうに思っております。えー、これは、あの、OEM さんにとってみたら大変にいい技術だと思いますので、いかにどうやって売り込んでいくかというところがポイントになるのかなというふうに思っております。それからその下の、まあ、ステアバイワイヤーなんですけども、まあ、これは過去から何度も言ってますんで、まあ、これが 世の中に出ていってですね、さらに伸びていっていただけたらいいなというふうに思っております。次お願いします。えっ、ー、とアフターのところでございます。えー、っとまあ20年の終わりぐらいにこう作ったと思うんですけども、21年の実績、まあアフターマーケット事業部を作った実績としてはまあ100億ぐらい。 20年より売り上げとしては伸びているという、まあ、効果が出ているのかなというふうに思ってます。ね、まあ、狙いとしては、えー、と自動車部品、軸芸ばっかりだったんですけども、まあ、自動車部品、それからグループ商材ということを売っていくことによって、まあ、売り上げを伸ばしてきた。まあ、これからですね、えー、先進国中心だったところを新興国に対しても売り伸ばしていく必要があるのかなというふうに思っております。まあ、そうやって将来 2030年に1400ぐらいいけたらいいのかなというふうに、まあ多少夢が入っておりますけれども、こういった世界を狙っております。それから右下に鬼ベアリングっていうふうに書いてあるんですが、えっ、ー、と今、今、スポーツといいますか、競技、競技自転車のところで脚光を浴びてるベアリングでございます。とにかく低トルク、フリクションが少ないということで、 えー、性能が断トツにいいということで今注力しているところでございます。で、ここでまあちょっと申し上げたかったことはですね、えっ、ー、と、これを開発した人間というのは、えー、60歳を過ぎて定年というところになったあ技術者、ベアリングの技術者がですね、アフターのところに行って、それで自転車がその人も好きだと。で、上司から、 まあどうせやるんだったらおもろいことやろうよということで言われてで彼はそのオリンピックで優勝した金メダルを取った、まあ、その選手はうちのベアリングを使っとったもんですからそのベアリングを分解してさらに徹底的に研究をして、えー、数か月でこの鬼ベアリングというのを作ったと大変にあの今の時代ですねシニアのエンジニアをどういうふうに使うかといったところで行った時の 大変にいい見本であって、まあ、そのお本人とまあ喋った時に本人がですね会社生活で今が一番楽しいですっていうのことを言ってたんであこういう働き方っていうのがいいなとそれからまあ風土としても、えー、やりたいことがやれるっていうような風土上司が、まあ、好きなことやろうよおもろいことやろうよみたいなそういう風土になってきたっていうところが私は社長として 大変に嬉しいなというふうに思っている次第です。次のページ。で、ここがワンジェーテクトへの、まあ、取り組みというか、今やってることでございます、えー。ご承知の通り、今年の4月にブランドの統一をしました。で、まあ、これをですね、グループの人々にも、我々はワンジェーテクトなんだぞっていうことをいかに早く えー、まとめ上げるかっていうのが、まあ、課題かなというふうに思ってまして、まあ、左側の一番上に書いてあるのがディスカバージェーテクトということで、まあ、グループ会社に、えー、自分の会社を紹介する VTR を作ってもらいましてそれを我々の会社のイントラネットに載せてでみんな社員がそれを見てあうちの子会社にこういうシーズがあるんだとかこんな強みがあるんだということをまず理解をしてもらう。 というようなことをやっております。それから、えー、っと、その下にですね、グループシーズン座談会ということで、これはまあ私があの働きかけたわけじゃないんですけどあ、みんなが自らですね、グループ各社から若手技術者っていうのを集めて、それでみんなでフリーディスカッションをしながら、新たななんかシナジーで生み出すものはないかみたいなことを今、 積極的にやっててくれてます。大変喜ばしいことで、こういったところからですね、新たな種まきみたいなことが出てくると、大変に嬉しいなというふうに思っております。それから右側、えっと、昨日からまあ始まったジムトフでもですね、当然今、ワン J テクトですから、この J テクトというブースでいろんなものを紹介しているということをやっております。 最近の私の悩みはですね、あの国内グループ会社獣医社とか社名を変えたんですけど、未だに頭が入ってなくて、この会社って前何やっとったんだろうかっていう、ちょっとまだ馴染んでないっていうのがまあ正直なところです、す早くあの、そのあたりを覚えてですね、あの会社が昔のこれだったんだっていうふうに頭の中で整理できるようにあのしたいなと思ってます。それから右下のユニホームなんですけど、 これあの来年の4月から、まあ今我々が着てるユニフォームっていうのは J テクトができてからずっと同じものを着てて、ですからもう16年経つのかな。で、まあ今いろんなところを見てもユニフォームがかっこいいだとか、あのそういった風潮があるもんですから、まあいい、いいワン J テクトといういい機械だから、とにかくユニフォームも統一しようと。 それでなるべくかっこよくグループ会社も同じユニフォームにしようとそうすると見た瞬間には仲間だなっていうのもわかるしだから唯一違ってるのは、えー、ポケットの部分かなんかに社名がちょっと入るっていう、まあ、それぐらいの差でユニフォーム自身は一緒にしようかなというふうに思っております。まあ、こうやりながら ワンジェイテクトとしてですね、グループ会社のシナジーをどんどん生かして新たなものが出てくることを期待しております。次お願いします。まあ最後になりますけども、まあ ESG の取り組みの中で、あのー、詳しくはジェイテクトレポートを見ていただければいいんですけど、まあ強調することとしては右側のガバナンスっていったところなんですが、まあ今社外、えー、役員 取締役の方々とか、あの関西区の方々とか、まあ、いろいろ連絡会だとか、企業価値向上委員会等々で、結構フランクに、えー、弊社の未来に、将来に関してですね、いろいろフリーディスカッションさせていただいたりして、えー、結構親密に、えー、やれてきてるのかなというふうに思っております。まあ、あの、社外の方々も結構フリーに行っていただくんで、まあ、大変参考になる。 いい場になってきたのかなというふうに思っております。それからその下のグループガバナンスの強化なんですけども、これは前々から申し上げてたとおり、あの、私たちが、私たちの全契約員が半年に1回は子会社にお邪魔をして、それでそこで課題を検討するということをやっております。それが地域に関しても、えー と今年の春ぐらいまでは3ヶ月に1回やっとったんですが、今はもう半年に1回に変えて、同じように全契約員が出て、その地域課題といったことを議論をするという、まあそういったところで出てきた課題を即断即決したり、それからまあ課題に関して、えー、相当詳しくですね、えー、生々しくですね、議論をするというようなことをやりながら、 えー、子会社、海外といったところが、ワンジェーテックとのもとに一体となってやれるような会社を目指して、今、努力、鋭意、努力しているというところでございます。えー、以上で私から中期計画達成に向けた取り組みという説明を終わらさせていただきます。ありがとうございました